ねえねえユーハ、どうしたのこの子。赤ちゃん欲しいね。え？ちょっとギエさん、おそらくこの子はそういうことが言いたいわけじゃないですよ。だが、まあまあ、もう少し聞いてみましょう。ああ、私たちに弟か妹が欲しいなって、ユーハもそう思うでしょ。弟か妹か、いいね。でしょでしょ。僕も下の子のお世話をしてみたいな。どうやったら赤ちゃんって来るのかな。お母さんのお手伝いしたら来るかな。ほらね、そういうことですよ。なるほど、次の子か。ギユさん、今夜お話があるのですが。奇遇だな、俺もだ。ではまた後で。ああ、眠れない。ねえこの子、起きて起きて。ユーハ、どうしたの。あのね、探検隊やろうよ。眠れなくなったの。うん、ねえお願いだよ。わかったよ、ちょっとだけだよ。うん。あれ、お父さんとお母さんまだ起きてるのかな。部屋の明かりがついてるね。ですからそういうわけで。ああ、そうだな。お話をしているのかな。気になるね。もしかして今度お出かけする話かな。そうかもしれない。子供たちの様子を見ていても大丈夫だと思います。最近はよく手伝いをしてくれるようになった。そうですね、だからそろそろもう一人産んでもいい頃かと。大丈夫なのか。何がですか。いや、子供は確かに欲しいが、だが、歯切れが悪いですよ。いや、妊娠中はいろいろと大変だろう。産むのも忍ぶなんだから。あらあら、心配してくださるんですね。でも大丈夫です。それ以上にキユさんとの子供が欲しいです。忍ぶ子供？もしかして僕たちに弟か妹が。やったー。でもやっぱり心配ですね。ん？何がだ。ユーハは時々眠れない時に探検ごっこを楽しんでいるようです。ああ、そういうことか。だから万が一にも。大丈夫だ、俺が気配を察知したら配慮するから。そうですか。何の話だろう。ねえ、それより探検ごっこがバレてるよ。だから朝起きられないんだよ。ほら、もう寝ようよ。そうだね。で、あれ、部屋の明かりが消えたよ。あれ、本当だ。そういえばお母さん、今日は僕たちと一緒に寝てくれないのかな。もしかして2人だけで仲良く寝ているのかな。ずるいよ、僕お母さんと一緒に寝たいのに。私だってお父さんとも一緒に寝たいよ。どうする。よし行こう。え、ちょっとコノカ。お父さん、お母さん。え、コノカ、それにユーハも。お前たちこんな時間に何を。私たちも一緒に寝たい。ずるいよ、二人だけで寝るなんて。あらあら、そういうことね。寂しかったの。うん。それならお前たちも一緒に寝るか。え、いいの。当たり前だ、今日は家族4人で寝るとしよう。わーい。愛くるしい私たちの子、おやすみ、いい夢を。よく寝たって。あれ、お母さん。おはよう、ユーハ。ねえねえ、昨日お母さんと一緒に寝たよね。そうだけど。あれれ、いないよ。探しに行こう、きっとあのお部屋で寝ているよ。目覚めたか、しのぶ。はい、ちょっと体がだるいですけど。すまない、ああ、やっぱりお父さんとお母さん一緒に寝てた。ってことは、赤ちゃん来る？そんなこと誰が。
さんが。知ってるかい、お父さんとお母さんが同じ布団で寝たら赤ちゃんが来るんだよ。そうなの？すごい。へへん、俺はねずこちゃんと。怖いってことがあって、ギエさん、すぐ彼に連絡しましょう。炭治郎の方にも伝えておこう。ええ、そうしましょう。どうしたの？なんでもないわよ。さあ、朝ごはんにしましょう。わーい。え、なんか俺しましたか？さあ、何をしたんでしょうかね。自分の胸に手を当てて問いかけてみてください。ちょっとしのぶさん怖い。あと後ろにいるとめおかさんも。いやー。